こんにちは、こちら兜町にございます内藤証券1階の株スタ7110より本日は投資調査部浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて本日の日経平均株価7日続伸というところで、非常に堅調な動きが続いております。ただ今日はですね、5番若干ちょっと利益確定売り、円安方向を伸び悩んだのをきっかけにですね、利益確定売りが出まして、若干ちょっと伸び悩みました。引けにかけて多少戻しまして、マイナス圏もあったんですけれども、結局47円高というところで終わりました。指標の方を見ていただきますと、日経株価が47円81銭高、トピックス 4.57 ポイント高ということで、小型株の方はちょっと、弱くなってますね。利益確定売りが出たような形になってまして、マザーズ指数が 1.35% 安というところでございました。ドル円相場の方113円後半まであったと思いますけれども、結局113円の20銭あたりまでですね、ちょっと引っ込みまして、3時過ぎ現在で113円の30銭あたりというところでございます。ユーロも M 相場ですね、対ユーロに対しても円安方向にじわじわと動いているという状況でございます。売買高は25億株近い売買高でございました。売買代金は2兆7千億円というところでございます。それから大型株の方が強かったんですけども、業種別の指数の動きを見ていただきますと、今日の値上がり率のトップは輸送用機器、自動車ですね、ほか精密機器、そして他にも電気機器というところで、円安交換したところの買いですね、業績改善期待というところで、輸出関連株が上がりました。あと非鉄金属とかですね、石油石炭、こういった市況関連、素材エネルギー関連なんかも強かったというところでございます。一方ですね、急騰しましてちょっと一服気味になっております銀行株、引き続き、ちょっと今日はお休みというところで、値下がりの上位に入ってきました。あと不動産なんかもそうですね、ちょっと先行したところが利益確定より出たような感じでございます。さて来週の予定なんですけれども、来週はですね、こういった形でございまして、月曜日特になくて、火曜日が労働力調査で失業率、そして家計調査実質消費支出というところで、こちら天候不順で7ヶ月連続9月まで減少しております。というところで、今回前回マイナス 2.1% だったのが、今回予想はマイナスの 1.0% というところで8ヶ月連続を見込んでいるというところですね。あとアメリカの GDP改定値ですけれども、これは前回の7、9月 2.9% だったのが、今回予想は 3.0% に若干上振れる市場見通しでございます。あと鉱工業生産は前回9月の 0.6 からプラスの 0.1% へというところですね。他にも雇用統計が3日に発表されるんですけれども、これに先駆けて全米雇用リポートの11月が発表されまして、これが前回 14.7 万人増ですね、前月比、これが 16万人増の予想というところでございます。増加幅が上振れを予想しております。それから法人企業統計調査、こちらの方が設備投資関係を見る指標が2日に発表されまして、中国の2つの PMI ですね、こちらどちらも若干低下予想になっています。 51.2 から 51.0、 こちらの方が財新の方が 51.2 から 50.8 というところですね。アメリカの PMI、 ISM の製造業景況感指数は 52.1 から 51.9、 こちらもちょっと低下予想。雇用統計は前回10月が前月比の16.1万人増だったのが、今回市場予想は18万人増ぐらいになってます。前回のですね、10月分も8、9月分と過去分が情報修正されましたので、若干こう上振れ気味に推移しているというところでございます。そういったところが今後注目されるところですね。はい、それではニューヨークダウの最近の動き、急騰した後も非常に強い動きで3日続伸しております。感謝祭の方で昨日は休場だったんですけれども、今晩の動きなんかが注目されるところですね。ナスダック総合指数も最高値圏で推移しているというところです。それから日米長期金利、
アメリカの方は長期金利最近急騰してまして、日本も引っ張れる形になってます。というところで、まあ、ただまあ日本の方はですね、日銀が長期金利をまあ 0% 近辺に誘導しているとはいえ、まあ、金融緩和状況続いておりますので、この日米の金利差拡大ということで 2.3%、2.326 まで開いてきたというところですね、直近。去年、13年の12月の 2.3% よりも開いてきたという状況で、まあ、そういったことになると、高金利通貨へ資金が流れるということで、為替の方が円安に動いているというところで、為替相場の方は直近、この、開票時のですね、9日の101円19銭一番高いところありましたけど、そこから113円台まで円安になってきたというところでございます。完全に基調は変わって、まあ、週足で見ますと、この2014年の7月からですね、から見ますと、この121円までって125円まであったんですね、去年の6月です。そして、まあこれ中国ショック、チャイナショックなんかで若干円高になって、その後まあ資源安とかもありまして、円高がどんどん進んだというところでございました。で、99円あたりで下げ止まって、直近ここまで戻しているというところですね。このあたりは114円台後半というところなんですけれども、この急落後の持ち合い局面ですね、まあ、そこまでは接近してきているという状況でございます。日経平均株価の方はご覧の通り1万8000超えて、今日の終値まで入れてます。今日ちょっと10時大引け10時足に近い状況になりました。まあ、そろそろちょっとやっぱり警戒感は出てきてまして、まあ、一服してもおかしくないようなところには来てます。週足でもここまでの、上がってきまして、まあ、こういったところを見ますとですね、まあ、過去、まあ、そういった場面もあったんだよというところは言えるかと思います。まだ上がる余地はあるとは言えますけども、若干ちょっと警戒感出てくるかなと。3週連続で、例えば先々週469円高、前週末ですね、それで592円高、そして今週は前週末比で413円高しています。原油価格の方はまあこの辺で多分もみ合いに、40ドル台あたりでもみ合いになってくるんでしょう。そしてですね、新高値銘柄の方も今日は176銘柄依然高水準でございまして、昨日が212銘柄というところで、まあ、かなり増えてきてですね、まあ、上値の節目を突破してきている銘柄が増えてきているというところです。まあ、普通はですね、ちょっと過熱感出てきたりするのは400、300とか400とか増えてくるとですけど、まだそこまではちょっといってないかなというふうな感じですね。海外投資家の売買動向、今日引き跡発表されましたところで、先週末分、先週分がですね、4903億円の買い越しというところで、この4月、今年4月22日に5320億円、以来の買い越し幅となりました。2週連続で大幅買い越しというところでございます。まあ、短期筋も含めて海外からの運用資金が入ってきたというところでございます。業種別の株価指数の動きはご覧の通りでございまして、まあ、内需系、まあ、不動産なんかちょっと、まあ、ちょっと一服し、足元一服してますけども強い動き、他はちょっとやっぱりまだちょっと相対的にちょっと弱い動きが続いてるんですね。一方外需系の方は、まあ、機械は基本的にちょっと上向きになってまして、電気はまあ横ばいですね。堅調、まあ、堅調といえば堅調です。相場とともに上がっていくという感じでございまして、鉄鋼、輸送用機器、銀行、海運と、銀行一服してますけどもまた買われてくると思います。相場上昇初期というところですね。そして、今日の銘柄は11月の年初来高値更新銘柄からいろいろピックアップしていました。建設株でありますとかエディオン、双日、そういったところなんかも非常に良い、まあ、このあたりですね、情報修正している銘柄が非常に多いですね。何度か紹介してます。精錬、車載用の高級シート材、ですね、それから内装材とかが非常に好調だというところで、まあ、為替110円ならですね、再び増額修正される可能性非常に高いと思います。あと、まあ、ニッケル関連もある、ステンレス関係ですね、の現在であるこの冶金鉱であるとか、その太平洋金属といったところも出てきました。あとそれからロームとかですね、住友精密、それから伊藤忠商事、東京テアテルは
います。この、現在ちょっと貸し株申し込み制限銘柄になってますけども、この世界の片隅にという映画がですね、全国68館という小規模公開にもかかわらず立ち見も出る非常に好況、活況といいますかですね、人気化しているというところで、株価が急騰しています。ノンさんこと能年玲奈さんが声優で主演しているというところで、一度見に行かれたらどうでしょうか。本日は以上でございます。ありがとうございました。